ラトコ・ムラディッチは、ユーゴスラビア、および、スルプスカ共和国の軍人、ボスニア・ヘルツェゴビナがユーゴスラビアから独立した際、ボスニア・ヘルツェゴビナから一方的に分離を宣言した、セルビア人共和国の参謀総長となった。ムラディッチは、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争が続いた1992年から1995年まで、スルプスカ共和国軍の参謀総長であった人物である。 ムラディッチは1992年から1995年にかけて行われたサラエボに対する包囲攻撃と1995年7月11日にスレブレニツァで8000人以上の母主役人が殺害されたスレブレニツァの虐殺に関連しジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪などの容疑でハーグの旧ユーゴサラビア国際戦犯法廷から起訴されている ムラディッチに対しては、イクティのルール61に基づいて、国際令状が出されている。アメリカ合衆国は、ムラディッチとラドバン・カラジッチの逮捕に500万ドルの検証をかけている。セルビア政府は2007年10月11日に、ムラディッチの逮捕につながる情報に対して100万ユーロの検証をかけると発表した。カラジッチは2008年7月に逮捕され、ハーグに送られたものの、 ムラディッチの所在についてはその後も不明であった。2011年5月26日にムラディッチの逮捕がセルビアのボリス・タディッチ大統領により発表された。2011年5月31日、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷のあるオランダのハーグに移送され、2017年11月に終身刑を言い渡された。サラエボナン西部、ヤホリの山近くの村、 オジャノビッチにて生まれる。ムラディッチが生まれた時には、この地域はナチスドイツの傀儡国家として作られたクロアチア独立国に属していた。ムラディッチの父ネジョはパルチザンのゲリラ戦闘員であり、1945年春に戦死している。小学校を卒業後、サラエボ市内の地頭紹介にて板金職人として働いていたが、1961年に、 ゼムンの軍事工業学校に入学し、次に、古武士官学校、そして士官大学をトップの成績で卒業した。1965年9月27日、第3軍区に配属され、11月4日にスコピエにて、不評第89連隊の補給部隊小隊長として勤務するようになる。1969年4月、偵察招待指揮官に任ぜられ、 以降順調に出世を重ねた。1991年6月、ムラディッチは緊迫した、コスボのプリシュティナの部隊の副司令官となる。その後すぐに、クロアチア情勢の急激な変化に伴い、国への移動を命じられ、ユーゴスラビア人民軍の第9部隊の司令官となり、クロアチア軍との戦いに目を投じてゆく。1991年10月4日、ムラディッチは、少々に昇進する。 ムラディッチの指揮し下、クロアチア紛争で戦っていたジェエネは、ダルマチア地方をクロアチアの他の地域から分断させようとするも失敗。一方で、ムラディッチは、ミラン・マルティッチの民兵組織を援助し、キーエボの占領をサポートした。1992年4月24日、ムラディッチは、中将に昇進する。ムラディッチと彼の部下ちは、 ボスニア共和国の独立宣言の1ヶ月後の5月2日に、ベオグラードからの指令を受け、サラエボの街を包囲、街と外をつなぐ、交通網をすべて封鎖した上、水や電気といった生活インフラも停止させる。これが、その後4年にわたったサラエボ包囲の始まりであった。サラエボには、断続的な爆撃と、スナイパーによる無差別射撃が加えられた。5月9日、ムラディッチは、 JN の第二軍区司令部参謀長、県民副司令に昇進。翌5月10日には司令官に任せられた。1992年5月12日、ボスニアセルビア議会は、スルプスカ共和国軍を作ることを決定。ムラリッチは、VRS の参謀総長に任命され、以降1996年12月まで任官。1994年6月24日には8万。 の兵員を霊下に置く対象に昇進した。1995年7月、村ッチの軍はサラエボから撤退。以後、国連の安全地帯であったスレブレニツァとジェパの解放を求めるナトウ軍によるデリバリットフォース作戦によって苦しめられる。スレブレニツァでは、村ッチの命令の下推定で8300人が処刑されたと見られている。1995年8月4日、 クロアチア軍は、クライナセルビア人共和国への大規模な攻撃の準備を整えた。カラジッチは、ムラディッチを司令官の地位から外し、以降は自身で軍を指揮すると発表。カラジッチは、ボスニア西部の2つのセルビア系主要都市を失った。責任は、ムラディッチにある都市、命令系統の変更の口実とした。ムラディッチは、軍事顧問に降格されることになったが彼はこれに、抗議し、 セルビア人たちに声援を求めた。カラジッチは、ムラディッチを、狂人と呼ぶなどしたが、ムラディッチの人気は高く、結局8月11日に前言を撤回せざるを得なくなった1996年11月8日、セルビア共和国大統領のビリアナプラブシッチは、ムラディッチをその地位から下ろした。ボスニア内戦時のムラディッチ1995年7月24日、ムラディッチは、ハーグのより、 ジェノサイドや人道に反する罪、戦争犯罪の容疑で起訴された。同年11月16日、ムラディッチに対する容疑は増え、1995年7月に国連が安全地帯としたスレブレニツァへの攻撃も含まれるようになる。また、国際連合平和維持活動に携わっていた職員等を捕虜に取った容疑もかけられている。ムラディッチはセルビアか、 スルプスカ共和国に潜伏していると考えられている。2000年3月にはベオグラードで行われた中国対ユーゴスラビアのサッカーの試合を観戦したと報道された。ムラギッチは VIP の入り口から入り、8人のボディガードに守られながら特別席で観戦したと言われている。モスクワの郊外で目撃されたとか、テッサロニキやアテネを定期的に訪れているといった情報もある。 また、サラエボからそれほど遠くないスルプスカ共和国の反 PA 作に潜伏しているという情報もある。2006年2月初め、セルビア軍諜報部の一部は、セルビアの新聞、パリティカに2002年6月1日、セルビアの議会が育期と協力するという法案を通過させた時まで、ムラディッチはスルプスカ共和国軍とユーゴスラビア人民軍の施設にかくまわれていたとの、 情報を漏らした。当時のユーゴスビア軍の参謀長チーフゼネラルであったネボイシャパブコビッチがムラディッチ側に施設を開け渡すように求めたとも言われている。2004年11月、イギリスの防衛関係者たちはカラジッチや他の容疑者の逮捕には軍事行動よりもバルカンの政府に対して政治的な圧力を加えることがより効果的ではないかと語った。2005年6月に タイムズ氏は、ムラディッチは、育日に自首するとすれば、自分の家族とボディーガードたちのために500万ドルの保証金を求めていると報じた。セルビア政府は、自国では未だに人気のあるムラディッチの足取りを注意深く追っている。政府としては、右寄りの有権者の支持を失いたくはないが、将来の EU 参加のために、ハーグの要求にも従う必要があるとの見方も、している。 2006年2月21日、ムラディッチはベオグラードで逮捕され、トゥズラ経由でハーグに移送されると見られていたが、セルビア政府はこれを否定した。しかし、セルビア政府は幸福に関してムラディッチと交渉しているのではないかという噂は否定しなかった。2006年2月22日、イクティのカルラデルポンテは、ムラディッチが逮捕されたという噂を全く根拠のないものとして否定した。 カルラデル・ポンテは、セルビア政府に対して、ムラディッチ逮捕をこれ以上遅らせないことを求め、ムラディッチは1998年以来セルビアにおり、セルビア当局の手の届く範囲にいると語った。また、逮捕されないならば、セルビアの EU 参加に大きな障害となるであろうとも語った。2006年2月22日、ルーマニア政府とセルビアのメディアは、ムラディッチが、 ルーマニアとイギリスで構成された作戦によって、ルーマニアのドロベタイコールトゥルヌセベリンで逮捕されたと報じた。この作戦は成功しなかったが、しかしセルビア・モンテネグロが EU 参加のための努力を表すものとなった。2006年5月1日、カルラデルポンテにより提示された逮捕期限が過ぎ、セルビアと EU の間の加盟交渉は中断された。ムラッチはベオグラードにおり、 住居を定期的に変えているといった報道もされたが、真偽のほどは明らかではない。その後、ムラディッチは、ロシアにいるという報道もなされた。2006年6月には3度目の卒中の発作を起こし、回復の見込みは、少ないとも報道された。同時期に、セルビア人民主党の報道官である、アンドリア・ムラデノビッチは、逮捕される前に、ムラディッチが死亡した場合、 EU 加盟交渉中断の責任はどこにあるのかとの疑問を提した。いくつかの情報筋は、加齢と健康状態の悪化により、ムラディッチの外見は以前と比べて変わってきているとも伝えられた。2011年5月26日に、セルビアのボリスタディッチ大統領により、ムラディッチが同国内で逮捕され、身柄は旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷へ引き渡す、方針であることが発表された。 なお、セルビア首都ベオグラードで、彼の逮捕をめぐる抗議デモが起きている。2011年5月31日、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷のあるオランダの、ハーグに移送された。2011年6月3日、人定質問や基礎事実の朗読などの予備審理のため、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に初出廷した。ジェノサイド、人道に対する罪など11の罪状を挙げた起訴。 事実の読み上げに対し、ムラディッチ被告は、不快だ。聞いたこともないと述べ、罪状認否を拒否した。2011年7月4日、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷に2回目の出廷、裁判長が、起訴状の読み上げに移った際、ムラディッチ被告は、ノー、ノー、ノー。それを読むな。一言もだと叫び裁判を妨害をし、裁判長に大抵を命じられた。 2012年5月16日、村チ被告の裁判が開始された。法廷では、喉をかき切るジェスチャーを行い、裁判長から咎められた。2015年6月、裁判の承認として、ハーグに召喚するため、ノルウェー人将校を探していると、メディアが報じている。2016年12月7日、旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で検察は、最高刑となる。 終身刑を休憩し、2017年11月22日に終身刑が言い渡された。ムラディッチは妻ボサムラディッチとの間に息子ダルコと娘アナムラディッチがいる。息子ダルコは2006年に妻アイダとの間に息子が生まれており、ムラディッチにとって初めての孫となる。1994年3月、ベオグラード大学で医学を学んでいた23歳のアナムラディッチは、 父親の銃で自殺してしまった。彼女の自殺の原因としては、当時父親がセルビアのメディアから激しい批判を浴びていたことがあると考えられている。ありがとうございます。